鶴ヶ島市は埼玉県の中部に位置するし、人口は約7万人。埼玉県の中央やや南寄りに位置しているが、通常は埼玉県西部とみなされている。入間大地の先端部に位置しており、標高は30メートルから50メートル程度で、南西から北東に向けてなだらかに下っている。かつては畑、田、林が大部分を占めていたが、 高度経済成長期以降人口の流入が、著しく、現在も宅地化、商業地化が進展し続けている。川越市、坂戸市とは、連続した市街地を形成している。平均気温は15度前後、年間降水量は1400ミ、mm、リメートル程度である。市役所庁舎は、市内を走る東部東上線、東部小瀬線から離れた場所に位置するため、鶴ヶ島、若葉、 坂戸、一本松駅の各駅から鶴バス鶴ワゴンやタクシーを使うことになる。高速道路のインターや国道に近いため、自動車やバイク等の方がアクセスしやすい場合もある。旧石器時代の遺跡が発見されており、青棚遺跡、鶴丘遺跡、若葉台遺跡、雷電池東遺跡、お寺山遺跡、鶴ヶ島中世遺跡、一天狗遺跡、 の七つの遺跡が確認されている。雷電池などいい森川、大谷川の周辺に山大遺跡、新上門遺跡など縄文時代の遺跡が見出されている。古墳時代にはいくつかの古墳が築造されており、中でも鶴岡稲荷神社古墳は古墳時代末期としては大きなものである。富士見地区の若葉台遺跡は八の九世紀にかけて比較的大規模に発達した遺跡であり、 立領体制下における地域拠点となっていたことが想像される。中世には小田原北条氏の勢力下に入っており、特に戦国期の落ち武者を外する伝承を持つ休家が多くあるが、資料上に目立った活動は記録されていない。江戸時代初頭に川越半領となるが、その後は村落ごとに天領あるいは旗本領などになる。 古くからの畑作地帯であるが、原文年間には盛んに、新田開発が行われた。日光脇王館が通っており、二役などの負担が、厳しかった上、中仙道を桶川塾の助号を命じられ、免除探案を行った記録がある。廃藩地県により、入間県、熊谷県を経て1876年、埼玉県に編入される。市政町村制の施行以来合併はしておらず、 1950年からの約50年間に人口がほぼ10倍に急増し、単独調整単独姿勢へと至った。語源は、鶴ヶ島町市による。消滅した旧村名鶴ヶ島を構成した14カ村1970年代には、年平均10%近い人口増加があったが、1990年代以降は年1%以下に落ち着いている。 少子高齢化の例に漏れず、高齢化率は、全増を続けて14.21%に、達している。定数18名かつては米、麦、茶や洋産が、種の農村であったが宅地化が進み、首都圏中央連絡自動車道周辺は、業務エリアとなっている。産業としては印刷関連、プラスチック加工、食料品などの業種が種である。また商業では、投資は、 中心市街地をもたないことから、国道407号沿いには、ロードサイド型店舗が集積している。市街局番は、市内全域が049。市内局番が 2XX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、鶴ヶ島局及び坂戸本町局。郵便番号は、市内全域が350から 22XX で、ある。 タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。